シンガロ2取られちゃいました。8時10分に来て取られてると、クソしたらどうすっか。ここやるか、いけないカラッともいっちゃうけども、え、カラッと増大したの、行こうか、ちょうどカードだし。おはようございます、ジャイロ技研のジャイロでございます。本日天王寺湖お散歩なんですが、本日の狙い台は実はシンガロ2でした。8時10分前には来てたんですよ。そしたらもう10人おられまして、シンガロ2がすぐ埋まりました。やった、困ったなと、困ったなと。そしてやっぱり良さそうでした。はい、盤面見てる方がパッて撮ったんでね、多分いいんでしょうね。このお店どこのコースにも当たりがあって、ルパンが増大されてたので、あれ消されたのかなと思って見に行ったら、まあ角とその隣がよく見えまして、でピッて見たら2000カラットでした。嬉しいと思って、2000カラットもまた打ちたかったんでね、打つ根拠理由もできましたし。ということで、こちらの店はあの奥の方のミドル、バラエティって言ってるのかな、北斗ラインとかがある島にもやっぱり当たりがございます。なのでね、いろんな島を探してキラリと光るものを見つけてください。僕は見つけました。ということで、久々のルパン三世2000カラット楽しみに打ってまいります。では実戦開始まで時飛ばし。はい、では打っていきます。今さらカラットでいいのかというのもあるけども、今さら2000カラット打つのっていう話もあるかもしれない。でこいつは演出カスタムを期待度アップにするとバランスよく打てます。で期待度アップカスタムした時に注目すべきは保留が変わるかどうかです。基本先読みもあった方がベストですが、先読みがあって当該で保留変化するとなおよしですね。毎日のように来てもらって遊んでもらう方が。で今回じゃあここから説明しようか。先読みがないし保留変化もしないけど期待はできないです、この辺の。ただこのカードがポイントで、このカードがひっくり返った時に何色のものが出るかが大事。これは当たらないです。あとレーンはできれば金になった方がいいですね。あ、え、金が出たっていうかね、これ疑似にでこれが出たの初めてなんだけど、これ藤子行くん、ビシュン、あ、出なかった。でも藤子行ったよ。藤子は強いリーチだけど先読みねえし保留変わってないし、でも金は出た。藤子のリーチなんだっけ、チャンスアップ。魔性と死神、タイトルは変わらず。あ、でもテロップ変わった。当たんの、タマちゃん入れときゃよかった。タイプラーなしで5割、赤テロップで8割って感じだと本当かよ。あ、違う、赤タイトルだ。あ、通常タイトル赤テロップで8割。あれ金の羽根ってこれチャンスアップか。いや当たんの、俺当たりませんって言っちゃったんだけど。いや当たってよ、いいよ別に、また嘘ついたとか言われても。俺はお金、自分の金の方が大事だ。で絶対押し込めです。怖いよ怖いよ、あ、いった。あ、当たらないってすいませんでした。でもね結構打ってきたけど、あんなに弱いパターンから疑似にで、あのジョーカーが峰不二子とか言って、え、でもカードが張り付いてるからこれガセんねえよなってなった時にね、びっくりしました。で多分通常です、ビンビン来てます、通常フラグが。あと、いや、絶対通常、うおうお、あ、怒ってる、ソンマリさんが、昨日の俺やんつって、そうやって心に通常だった時のこ言い訳作ってやがってつって、格変望んでるくせにグッズこいつみたいな、なんだろうね、きっと通常ですって言ってさ、なんか格変望んでるくせに通常食らった時のダメージを減らそうとして。で理由があってね、先読みチャンス入れてて先読みから当たったらラッシュに入りやすいんじゃないですかってコメントが確かあったんだよね。どっちだったかな。で今先読みなかったから逆か、44回転で限界突破ちゃん3000です。まあシンガラ2みたいなもんですね、ここは。でここはさす、あ、いやいや行こう、
はまりそうな気がして、ね、ここでね100ぐらいはめておきたい。でもねここはすぐ当たんのよこいつ、空気読まずに。で文句言うと当たんないからこのまま文句言い続ける。どうせこいつ分かってねえからすぐ当てんだよほらって言うと、こいつ中の人が切れてじゃあはめてやるよってなるんで、ずっと文句言い続けると当たりません。どうせ100まではまんねえんだろ。うまい、いい子じゃない。一回だけここではめたことあったけど、それまで全部すぐ当たってたから、よく分かってるじゃない中の人。ラッキー、76回転、よかった。しかも70、これ直撃王あたりも抽選してるはずなので、外れ乱数殺してやったぞ。ロング変動が来るか、バキュンが来るか、こいつが震えるか。光ってちょうだい、あダメくせ、なんか光る気がしね。これで2連で抜けてもそれはそれで腹が立つけど、それはそれで腹が立つ。しかし普通の ST ゲだったら2連目で終わってたってことを考えると文句が言えない。でも連チャンしてほしい。右内の実質を当たり確率は 39.6、 今だから100回転回して40分の1を1回しか引いてないんで、期待度アップカスタムのままです。先読み来たら激アツです。ただ先読みなしでも当たります。点滅オリュートが来て、藤子さん、藤子さんはこれ新恐竜だけど期待度アップだったら出てくんじゃないか。これはこれは言ってると思うんだけど、 OK 当たり。期待度アップカスタム入れてないと藤子の先読みってアホみたいに出るんですけど、期待度アップを入れてるとおそらく新規入賞保留であろうとテンパります。ガセたことがないですね。ただ今のは新規入賞保留だったからちょっと怖かったです。最高だ。前半で当てたい。ガロより5回転多い前半。ガロはよくここで当てたぞ。お前はガロに負けるのか。引かれってお前、嘘でしょ。俺まあ光った。俺ここで光らすの得意なんすよ。当たりが早いじゃないですか。僕ソロ気味なんで、ソロだから早いんですよこういう時も。あ、余計な情報でしたね、すいません。マキュン見せてよるパンちゃんで、この今ついてる4回転は保留変化を出せないので、この4回転で次元リーチとかかかったら、この後にか先読みなしでかかる次元リーチとかよりは期待ができます。ここから先やっぱ先読みがなしの、この出てきた出てきた、ちょうどいいタイミングで出てきた。これは保留変化とかしてたらまず刺さりますけど、してないんで 2割強ぐらい、当たってもおかしくないけど基本外れやすいで 24、7、8% って感覚ですね。あの パターンだと先読み絡んでりゃまず刺さりますけど、ゴールドセブンはいただくぜ。でこのように期待度アップ先読みチャンス入れてても先読みなしで当たることは結構あります。で先読みチャンス入れてて先読み来たら本当に安いです。先読み来て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 、やばい、抜ける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 、早く来いって。ここら辺から先読み来ないかな。抜けちゃう抜けちゃう、ショップレンちゃんが足りない、すいません文句言ってすいませんでした、十分でございます。ボタン完成して、ザンホリで当たってれば完成する。うわお、ザンホで当たったらあのボタンが完成してボーンで当たりです。ただそうじゃなくてももしかしたら復活あるかもしれない。長いな変動が。うお、左を見てたら長えなと思って、本当に復活した。おお、すいません、ソマリさん。今ね、ちょうど、あと先読み来ないかな、1回ぐらい、点滅保留か、サードランプ光るの見たいんだけど、あ、すいません、あ、今ね、すいません、ザグジすいませんって言おうとしたら、リーチだけ見せててくれればと思ったら、保留変化来た。これで一突、あ、これは強いです。保留変化してるんで、ただ、なんか嫌な予感がするけど、これは当たんないと困るぞ。保留変化好きだから。よし。今贅沢言ってすいませんでしたって謝ろうとしたら、リーチだけでも見せてくださいって話でしょ。あまりほら調子こくとパチンコ台の中の人切れるから、お前これだけ連チャンしてるのに、あ、保留変化見たいとか言うんだ、ふーんってなるんで。できればね ST 中にとっつぁんも活躍させてほしかったんだよね。俺とっつぁんが一番好きだから。お、これは当たったと思います。
まず途中で説明してるんですが、前半のこれは当たってます。ルパンだし、ルパンじゃなくても期待できるし、これは当たってます。理由はもう一つあって、前半で溜めてあった保留だったんですよ。いわゆる後半が始まる前に溜まってた保留なので、基本的にその場合その4つの保留は先読みだったり保留変化を出さないと思うんですよ。保留変化は出せません。だから保留変化がない状況、出せない状況なんで、後半が始まった4回転の保留は次元でもゴエモンでも熱い上に、ルパンだったからもうこれモルだと思いました。あ、これ前半当たんない、ビリビリ来てない。今絶対すごいって入れといてよ、何こいつって。そんまりのあのとある回では何こいつみたいに書かれてたから、ほら今前半当たんないでしょ、当たんなかったでしょ、書いといてよ。汚いじゃん、俺いつもそういうこと当ててるのにさ。このあと100回転以内に当たりますよって何回当ててると思ってんのよ。俺は褒められたいの。やった来た、なんか嫌な予感するけど当たると思います。ブス、8か。さあバトルは何になる。失踪と、え、これ次元さんじゃない。あ、すいません、あ、次元なわけねえから、絶対ルパンが戦うんだっけ。あ、プレミアムエンディングでした、そうだ。で、レンチャンを応じてて、レンチャン回数がプレミアムエンディングの条件を満たしてて、内部で当たってる場合バトルリーチをプレミアムエンディングに切り替えます。だからもし今バトルリーチに発展してたら、ハズレのバトルリーチを基本見せられます。今だからプレミアムエンディングの条件を満たしてない場合、形だったら中で失踪バトルか激闘バトルか、あと一つなんだっけ、失踪決戦激闘か。でもさ、あん偽物でもいいからあのダイヤ欲しいよね。でも多分こんなダイヤは地球上じゃ作れないんじゃないかな。ここまで成長しねえと思うんだよな、ダイヤが。太陽系にある海王星とかにはああいうふうなダイヤがたくさん待ってるらしいですけどね。ダイヤでできてる惑星もあったりします。あかんくせえな、残り7までに当たんなかったらやばい。パンルーちゃん、パンルーちゃん、敵出てきた。あ、ジョーカーじゃん。おい、テンパレや、頼む。よっしゃ、ジョーカーバトルだ。ジョーカーの場合必ずテンパあるのかな。あ、違う、ジョーカーじゃねえじゃん。何バトル、失踪。うわ、やべえ、失踪だ。え、ジョーカーバトルじゃねえの。あ、ジョーカー襲来か。すいません、ジョーカーバトルではございませんでした。で、失踪バトルは一番弱いんで、あー、これやらかしたか。あ、でも赤までそう、あ、開始時10だと当たりか。すいません、開始時失踪バトルは当たったことがございませんのと、失踪バトルはほとんど見たことがないです。やべえ、いろいろと間違ってる。そんまりだったら許されるんだけど。許される。あのね、とある回見たけど当たったとか。だってあの上条トマの STG の上条トマのキャラリーチ、あ、これ当たりですか、騙されたとか言ってた瞬間、演者失格レベルじゃねえぞ。で、この3ついてる保留で次元、ルパン、ゴエモンのリーチがかかると保留変化してなくても期待できる。で、これはもう保留変化できるタイミングでしなかったからどうかなって思ったら7テンション。このように保留変化なしでも刺さることはあります、ゴエモンや次元ね。ただ僕の中では保留変化なしの次元ゴエモンは3割なくて25から28%ぐらい。ただ当たるときに選ばれる割合も高めなので、あの側転はボタン完成して、カードを抜いた瞬間に終わりはともれやろ。あー、終わりか。12連ちゃん全然問題ございません。うおー、びっくりした。先読みどっちだ。実はちょっと前に入賞パイプ出ねえかなと思ってたんですよね。ここか、先読みのバイブでタイマーもある。でも疑似連対応か、タイマーで出し、あとここにねカードがあればいいけど、これはちょっと当たっていただかないと。めったに出ないですよバイブって。実はゲレンニが、あー、まあこれだったら疑似連経由の方がいいんですよね。これ
このバトル SP 煽り、疑似なしよりも疑似2の方が当たりに絡みます。この演出から当たるときはだいたい疑似2からです。だから疑似なしのこれは期待できないですよね。天敗図柄は見えてえな。微春タイプラ来ないか、来てほしいけど来ない。でテロップの金は1位かなときも当たりだけど、タイトルの金は当たりのおこではありません。神髄はここで入ったか。で神髄が入ったので6点敗でも8点敗でも信頼度は変わらなくなりました。こうなってしまえば8点と 同等の期待度になります。これは言ってると思うんだけど、あ、タマちゃん、タマちゃん入れるの忘れた。バイブ出た瞬間に当該ヘンドまでにタマちゃんオンにしとけば多分ここに光らせられたんすよ。ラッシュ入れられれば。いやバイブあるって神髄ありだったら言ってもらわないと困る。しかも先読み経由のバイブで神髄ありだったら当たってもらわないと困るよ。374回転で今回すれば先読みありだね。ラッシュなのかな、どっちだ。先読みありだったらラッシュじゃない。あ、本当だ、全部7しかないじゃん。マジなのかな。パーフェクト。できればここで200とかハマるとね、通常時もこれ大当たりとか当たり重宝抽選してるんで。35回転 V を狙いだと小当たりですね。やっぱ早めに当たっちゃった。まあ35回転ならいくか。まあさっきから考えると110回転ぶりか。よっと保留に当たりがある。ラッキー。うお、森尾にまたいた。無理やり向いてた。俺タイプラ出なかったの。あ、直撃あたりだこれ。あ、おお、ロングヘンドになるたびにあれ保留埋めてねえのかなと思って確認してしまう。お、6か。3とかだったら激アツだったけど、どうだろう。次元だけど言ってくれ。3割ないと思うけど言ってくれ。ああ、今ね保留残り2つ埋めるの遅かったから、残り2つの保留は最高で315が止まってるけど関係ねえのかな。関係ねえか。復活しろ、復活。あ、下はこれ多分最後の保留ロングエンドしてるの当たりだ。でこれはボタンが出るときに埋められてなかったので最後の2つは遅かったんだね。埋めるのがあるなら復活かなと。最後の2つは何もこれ。はい、来た、なんか来たけどこれは弱い。お、一応煽りまでは行く。よし、でもださあバトルリーチです。失踪決戦激闘。あ、そうか、プレミアムエンディング状態にしてたからこれあるんだ。お、先読みじゃねえか。先読みじゃねえ。さっきガセたんだよな、悔しいことに。ガセないで、ガセないで、ガセないで、ガセないで。オッケー、ここまでいけばほぼテンパると思います。ここまでいってガセないことはない。オッケー。やっぱり藤子は先読みで出てくれたらもうその時点でいただきだと思います。それはガセたことがないです。当該ヘンドは今日ガセました。ただテンパイ煽りまでいったらガセてないです。何も、あ、来た来た来た。喋れ、相手喋って、オッケー。煽りまでは行った、煽りまでは行った。なかなかテンパんねえけど煽ってくれた。あ、テンパだ。さあバトルリーチですね。失速くせんだよな、弱えから。変動が、予告が弱い。やっぱり失速バトルが一番弱いんすよね。これチャンスアップなんだっけ。次元がいるやつだったっけかな。今んとこねえな多分これ。あー、撃破まで100だ。これだと多分無理っすね。ああ、10だったら当たりです。
復活しねえ。復活あんのかな。おお、これはありそう。あれ、この2つ前にリーチになってるんで先読みを出せなかったんじゃないか。当たっててもなあ、ゴエモン。ドン、今のは期待したで、マジで。こんないで、もう折り埋めだったね。ボタンができなかったら、うん、ちょっと復活は期待できねえかな。さあ、左上のデジャーがロング変動になってくれたら激アツだったんですけど、戻ります。お、先読みですね。で、先読みからだったらラッシュ期待度がクソ高いんじゃないかという話なんで、これちょっと刺したいけど、どうかな。右から来てるから疑似連視さかな。消されただと疑似連視さでした。ただタイマー出てない、カードも出てない、この2つが気がかりは。大泥棒チャンス、あ、レンか。そのままカード貼り付いてないのがマイナスですね。タイマーもないしね。何気にあのカードって大事なんですよ。ああ、多分金じゃねえな。ああ、金じゃねえ。この月が金じゃないとちょっと今の流れだと足りないんですよね。うん、ちょっとこれはダメな流れですね。タイプラは出ないと思います。タイプラ出るのはここで出ます。神髄が入るタイミングは2つで、タイトルが出た直後にノイズが走れば、まあ今回は神髄出ないと思います。8点じゃないしね。で、タイトルもテロップも赤と金のチャンスアップがあって、組み合わせでも信頼度がかかります。通常タイトル赤テロップだったり、まあ赤タイトル赤テロップだったりするの組み合わせでも信頼度が変わってくる。で、金テロップはどんなパターンでも大当たりの、こう金タイトルは外れることもあります。神髄の時は出るのかな。あと、ボタンを押す直前にここに文字がボコって出るチャンスアップもあります。これはちょっと怖いですね。当たればラッシュ角ってことをイメージすると怖くなる。一応先読みがあっての神髄だから期待したいけど、スルパン三世カードが出なかった、そしてタイマーも出てない、どっちかあればよかった。あと金もないんですよ、変動中の。これはね、多分やらかしてます。当たってほしいけど、うん、ちょっと答え知りたいんですけどね。先読みありの図柄揃いはラッシュ角なのか。はい、で、店内状況なんですけども、今日も1コースからここのコースまでどこにも当たりが出ます。で、今日ユニコーンが前代よし、あとはシンガロ、エヴァにも当たりあったかな。あとガロでも月光の方にも当たりがあります。いつも月光当たりあるんで、やべえ月光落ちてって人は来てみてください。あとシンホギア、カラクリ、ここら辺にも当たりがあり、ジャギは前代いい感じ。あと増大されたルパンもこの2台が特にいい感じでしたね。今のところ全然ノンストレスで打ててます。他にもアマデジャライドコーナーも見てくだされば。え、また来る疑似にだけど、行くん、いっと。タイプラありなら藤子は激アツになるけど、来ないか、やっぱり来ないか。うわ、1点だよ。ってことはダメか。先読み非経由1点。あ、羽が金じゃねえ。で、確か裏ボタンでタマちゃんねを設定してるけど、ボタンで出ないんですけど。あれ、さっき金だったよね。あ、タイトル変わんね、テロップも変わんね。当たればラッシュだけど、SP ボタンってどれだ、隠しボタンって。あ、これ、あそういうこと、そういうこと。おーい、光る頭。先読みなしのチャンスアップで1点じゃな。やっぱ先読み経由が多いのかな、ラッシュあたりは。それでも行ってほしい、でも行かないんだよね。あー、心が折れそう。
と優勝フラッシュバイブなしいけないけど、エスピリチュにこれを押せば光るってことですね。コーナー見、なんか先読みがルパンの先読み出るの遅かったな、なんか嫌な感じだな。大丈夫か、バイブはないだろうな。お、こんな風に上がってくんだ。で、あの島谷さんのルパンが流れてるな、いつもそうじゃないのに。まあこれ連の文字が出るからロングリーチからギジルでしょうね。もしくは大泥棒チャンスかな、あの役に立たねえ。エスピリチューって書いてあったけど、今押しても光るのかな。まだ続きます。あ、このままバトルリーチ、あ、真っ赤なバロン落ち、あれ光んね、光んね、光んね、光んね。おい玉王、まだまだってこと、これじゃないの本当は。真っ赤なバラゾーンには入ります。え、光らなかったんですけど、多分ねスピーディー中ってのはね バトルリーチのことだと思います。押したくね、6じゃなくて7にしてよ、もしくは8なんだ。うわ、これは当たったよね、これはいただきですよね。タイプラ来る、次元はやめて、次元はなんか言えないですから。あ、パンルーさん、パンルーさん、ダイヤのフラッシュも来た。タイトル変われ、もしくはノイズ、あ、来た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 、ノイズだけじゃなくて真髄いったよ。じゃあ押そうか、あれ光んない、あれ光んない、あれ光んない、まだ押してないから。押してほしい、このボタン、このボタンなんだよね。あら、押してなかった、ごめんね、ごめん、押せない、怖くて。あれ、いつも 3D ボイスだっけ、ルパンの声。あとダイヤの色が変わっ、あ、あ、あこっちか、今このボタン押してたのよ、長押ししてた。で連打になってたから、多分何回か押すか、こっちにもそうなんだと思う、多分これもそうなんだと思う。光ったー。でもやっぱり確かに先読み9で当たってるとラッシュですね。そうなると先読みカスタマイズなしでもいいかもしんない。ある程度見えるしね、これあの当たってるか外れてるかは。先読みがない、よし、からくりだったら当たってなかった、からくりだったら嬉しい。まあからくりは45分の1だけどいいね。しかもこの時大当たりも抽選してるわけだ。うわ、66回転、まあ よしだね。ここまで引っ張られたら怖えから、初回で、しかも小当たりの方だ、やったね。前半で当たった、長い1点だ、どうだ。3点だったら激アツだけど、1点いってほしいけど、どうだ、次元やれるのか。さあ気を見ねえと、やっぱりなかなか刺さねえなおめえら。あー、さっきはここら辺で、あー、さっき66回転で刺さってんや、刺してや、なんかこれノーボーン。切な日、戻ちまちゅう。お、またカーチェイス行くか。次元を突破したら基本行くんですよね。で今回は先読みカスタム入れてないんですけど、先読みカスタム入れてて色保留変化してて、カーチェイス行ったら全部当たってます。今回保留変化してねえんだよな。カスタムなしでもこうカーチェイスは保留変化してたら激アツかもしれないですね。突破すんちゃう、うん、ただ大きな期待が持てるリーチではないです基本的に。
また8だよ。じゃあダメじゃん。これでまた1段階上がる。スーパースピードアップが出ないと紫止まりですね。これで保留変化してたらね、紫止まり激アツって思えたりするんですけど、保留変化絡みだとかなり強いんで、このリーチ特に期待値アップカスタム入れてて、色保留、保留変化してこっち行ったらかなり熱いです。おら、いやどうなんだろうこれ。で今カーチェイスがまた外れて、またカーチェイス行ったんですけど、期待値アップカスタム、先読み期待度アップカスタム入れてて、こうなった時点で激アツです。大体その時は緑保留になってます。青保留だからこれガセンじゃねえの。あいっと、どうなんだこれ、当たるか。今回はカスタム中になってますけど、これタマちゃん告知の SP 中隠しボタンのカスタムしか入れてないので、先読みカスタムは入ってない状態です。先読みカスタム入ってたらもう僕はこの時点で当たったって言えるレベルで激アツです。これガセんのかな。ガセなきゃ、ちょっとガセないで、外れていいからガセないで。 OK、 答え知りたい。今日これで3回目です、あのカスタム切ってて。でここまで2回保留変化なしでいってるんですよ、カスタムなしでも。で今回保留変化した、どうなんだろう。ああこれ赤までいくね。やっぱ熱いんかな、保留変化してたら。あ4点じゃん、スーパー。あーでも一応赤まではいくね。どうしよう、ボタン押すか悩む。先読みカスタム入れてたら当たると思いますって言えるんだけど、これは分からないですね。答えを知りたい。カスタムなしでも保留変化カーチェイスは熱いのか。うおー熱いみたいだ。でこのように赤で当たることが多いです、カーチェイスは。 金まで行ったことはないですね。だからカスタムありでもなしでも保留変化してたカーチェイスは強い可能性が高いですね。で今先読みなしで当たったようなもんだけど、その前にリーチかかってるんで、2回で連続でかあれが出たんで、カーチェイスが。だからこれが先読みなしで当たったと言えるのか。カスタム切ってた場合は先読みに関係ないと信じたいんだけどね。まだわからないです、ラウンドランプは見てません。でラウンド中昇格の期待度も僕の中では 15% ぐらい、6回に1回ぐらいはいけます。いってんじゃねえ、名前でついた。はい、お疲れ様です。本日ルパン2000カラット久々に打ったんですが、それなりに打ったのか、あの結構覚えてました。はい、こうやってねパチンコのことを覚えてるのに大事なことを結構忘れる、この脳みそ、やっぱり僕は ADHD なのかなと思います。でもそんな僕でも平和に生きられる日本、素晴らしいですね。はい、ということで結果なんですけども、投資が2000円、回収が 18,850 玉、大勝利でございます。で2000カラットなんですが、先読みカスタマイズ期待度アップ入れてて、先読みありで当たるとラッシュ突入率が高いってのは間違ってなさそうなんですが、カスタムなしでもその傾向がもしかしたらあるかもしれないですね。そこが一つと、あとカーチェイスリーチなんですが、8テンパイのスーパーリーチの外れは、あのバトル SP に行っちゃうと神髄を絡ませちゃうので、8テンパイのスーパー外れってカーチェイスが選ばれやすいんで、8テンのカーチェイスリーチはちょっと期待薄なんじゃないかなってのが一つと、保留変化ありでカーチェイス SP に発展した場合は相当厚そうですね。カスタマイズ、先読みカスタマイズ入れてた場合は保留変化付きでカーチェイスの煽り行っただけで全部当たってて、カスタマイズなしの場合保留変化しててもカーチェイスに行かずガセったのが1回やったんですけど、カーチェイスに行ったら当たってくれたんでね、保留変化なしのカーチェイス金は見事に外れましたんで、保留変化の有無かな、あのリーチの期待度示唆するのは。だんだん保留変化なしでも指したことはあるんでね、外れのことまではいかないですけどね。はい、まあなかなか今後皆さんの地域でも僕も打つ機会はなさそうですけども、ぜひ打つときは今日の動画のポイントを思い出して打ってみてください。はい、というわけで今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。さよなら。